までも皆さん明けましておめでとうございます。2023年明けました。皆さん見てください、南信州の美しい、青空と、今日天気がいいんですけど、ちょっと寒いですけどね、ガズレレ YouTube チャンネル、今年もよろしくお願いしますという動画を今から撮ろうと思います。ね、ちょっとせっかくだから、あのハニーさんと一緒に喋ろうかな。はい、そういうわけで登場してもらいました。はい、明けましておめでとうございます。今年はですね、ガズレレいろいろ面白いことが起こりそうですよ。はい、ちょっと前に、G ラボ代表上田さんと、対談した動画でもいろいろ話したんですけど、2023年はいろんな大きい、プランが目白押しなんです、皆さん。大まかに言いますと、島原楽器さんという、楽器店さんで G ラボウクレレを、お試しいただける機会が増えるぞと、はい、寒いから回れないの、増えるのというのと、あと、ポップアップショップももちろんいっぱいやっていくと、うん、で、5月はですね、ガズレレなんと10周年記念なんですよ。今年10周年ガズレレ始まって YouTube じゃないな、 YouTube の前からやってますからね、うん、10周年ですよ皆さん。はい、それを記念した透明版のライブツアーが決まっております。チケット発売のお知らせは近日公開しますけれども、5月に透明版のイベント、やります。皆さんぜひ来てくださいというのと、あと極めつけのちょっとね、どうなるか分かんない案件なんですけど、クールジャパンっていうね、機構、クールジャパン機構というのにちょっと応募をして見ているというところでございまして、その辺の進捗状況もですね、いろいろちょっとこうシェアしていければいいと思うんですけど、今年はですね、やっぱり去年ね、ちょ準備してた1年だったと、うん、コロナでちょっと止まってたものをいろいろ動き出して、うん、全国ツアー行ったりとか、いろいろポップアップショップも動き出したりとかしたんで、今年はさらにですね、もう一枠増やしていこうということで、やるぜということでございます。で、今日日曜日でガズ、本当はガズギターなんだけど、今日元旦だからお休みね。そう。で、あのガズピアノもね、おかげさまでこう二人でまあ折り上げてるんですけど、あのガズレレ YouTube チャンネルもちょっと変革を遂げようかと思ってまして、どんな変革を遂げるかというと、ウクレレのね、レッスン動画が中心のガズレレ YouTube 動画なんですけど、うん、ちょっとね、今年以降はちょっとライフスタイルに特化したものも増やしていこうと。うん、あの去年の10月か11月ぐらいに軽井沢に旅に行ったよっていう動画とか上げてるのもあるんですけど、うん、あの旅の動画とか、あと僕すごい料理が好きだから、その料理をね、ガズレシピ、みたいなのもやっていって、ただそのウクレレッスンの動画のチャンネルということでこだわらずに、まあ音楽もライフスタイルの一個ですからね、うん、そのなんか皆さんになんかこう豊かななんかこう笑顔が生まれる何かコンテンツをですね、提供できればなと思って、こう もっとね、本当大きい感覚でやっていきたいなと。そんなのもちろんウクレレレッスンとガズギターとかも山盛りに行きますけどね、そういう感じをくくりでちょっとね、広げて視野広げていくのも面白いかなというふうに思ってます。私たちもね、この年末にあの南信州というところに引っ越してきてですね、まあまたこの田舎の素晴らしさっていうのも、もちろんもともと田舎者なんでね、あの田舎の良さは分かってるんですけど、まあそういう感覚もね、こうなんか広く皆さんに知っていただければと。あと今年は海外にすごく行こうと思っている。もともとその計画もあって今ここに引っ越してきたっていうのもあるんで、海外のに関する情報とか、ベトナムはね、ジーラムの工場があるで行くとしても、いろんなとこ行ってみたいなと、そういうチャレンジングの年にして、まあいつもチャレンジの年なんですけど、さらに今年はですね、調子に乗っていこうと思ってます。ガズレレ YouTube はもちろんね、音楽の楽しさをしてもらうって大事なんですけど、やっぱそれも何よりもね、健康とライフスタイルがあってからあるかかそのその音楽の楽しさっていうのありますから、その土台の方まで行っていこうかなと。ハニーさんのね、インテリアとかもね、ご紹介したりさ、いいね、ね、うん、なんかどうですか今年は、どんな抱負、今年はだからガズレレ10周年っていう、10周年これ熱いよ、うん、なんか、はい、まあさらにね、こういろんなことを肉付けしていくのかなと思って、そうですね、うん、なんでこの音楽やる楽しみとか、こういうライフスタイルを楽しむっていうのをね、うん、一人でも多くの方にどんどん広げていきたいなというふうに思ってます。皆さんね、うん、これ見ていただいてる方、ガズレレね、楽しいと思ってくださってる方はですね、ぜひ皆さん大いに楽しんでいただいて、うん、周りの方にもこの楽しさを横に広げてシェアしていただけるとですね、うん、笑顔の輪が広がって最高だぜと思っております、うん、今日は、明けましておめでとう年始のご挨拶ということで、外でね、こう今ロケしているわけですけども、ね、青空が半端じゃないですよ皆さん、ほんと透き通った空気がいいところで本当にね、撮影しておりますけれども、はい、今年も2023年もどうぞよろしくお願いいたします。
あのガズピアノもね、あの張り切ってます。でハニーさんのチャンネル縫い物時間というね、縫い物の YouTube チャンネルやってるんですよ、はい、URL にねガズピアノとか縫い物時間とか、URL も貼っとくんで、はい、ぜひよろしくお願いします。そして G ラボウクレレもですね、ものすごい世界レベルにこう発展していくという可能性を秘めているんでね、うんうん、とにかく走り続けるぜ皆さん、引き続きよろしくお願いします、はい、じゃあねまた会いましょう、バイバイ。